ブラックリストって言うじゃないですか、ね、うんうん、お金とか全然払わない患者さんとかもいて、うん、患者さんに対しての隠語みたいなのね、それできんでしょ、それはそれちょっと本当にそれできんじゃないよ、本当に、はい、危ないし、うん、事故につながるし、看護師が解説、患者さんのブラックリストについて。クレジットカード会社ではよくブラックリストって言うじゃないですか、うんうん、あの病院にもね、うん、実はあるっていうことを今日一緒に話していこうかなと思います。はい、あ、あれ僕も参加させていただきます。映してもらえないので8人います。ちょっと声だけで出演させていただきます。はい、お願いします。はい、お願いします。美容クリニックではなんかブラックリストというかこう対応注意みたいな、ね、こう注意してください、はい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 、何で注意してくださいとか、はいはいはい、何で注意してくださいっていうのはあったけど、大学病院時代の手術室でなんかこうっていうのはなかったかな。なんかこういわゆる診療も拒否されちゃったケースっていうのまでは分かんないんですけど、うん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 、病院で働いてた時は、うん、まあ、対応注意というか、うん、隠れて本当はタバコ吸っちゃいけないのにタバコ吸ってたりとか、うんうん、まあ、糖尿病の患者さんで食べちゃいけないのにこっそり食べてるとか、うん、なんかそういう対応注意な患者さんは、うん、こうカルテに分かりやすくこう、うんうん、ピン止めされてあるというか、うんうん、こうコメントがこうすぐ見れるような感じで注意してくださいみたいな、注意喚起みたいな感じで書かれてるのはよく見ます。なんかさ、うん、記録とか読むとさ、大体ソープで書いて、うん、あ、そうか、違うところもあるな。まあそうだね、でも大体ソープっていう看護科って SOAP？ そうそうそう、うん、SOAP で書くから、大体 S って患者さんのこう主張、本当に言ったことを、うんうんうん、まあ、大体そのまま書いてあるんですけど、うん、上からバーって言っちゃう患者さんとかはそのまま結構カルテに反映されたりとかもあるから、うん、その人の、まあ、なんか性格とかも分かりやすいのかなって、うん、カルテからも、うん、合ってない情報収集の段階でも分かるようにはなってるかな、うん、治療にちょっとこうマイナスになるような行動をしたからとて、うん、こうまあブラックリストに入ってで、うん、あの治療拒否されるとかはないでしょ。いや、それは聞いたことはない。うんうんうん、それこそセクハラとかの患者さんの場合はどうなるのかな。心意交換とか、うん、正式の時は男性が必ず入るとか、うん、あ、なるほどね、あの男性いなくとも女性2人対応とかは結構注意書きで書かれてたりとか、できんまでになることはあんまりない。出禁、入院中の患者さんはそんなことはないのかな、うん、と。逆に先生どうなんですか。確かに、うん、総合病院の時に研修とかした時は、うん、そのブラックリストみたいなのは聞いたことあるけど、うん、まあ、多分退院させるとか次に見ないとかはもちろんなくて、はいはい、多分看護師さん同士でそれこそ言ってたように、うん、ちょっとこの人対応注意だねとか、うん、なんか、まあ、結構トラブルとか、まあ、セクハラとか、あと、まあ、あのクレームだったりとか、うん、まあ、理不尽なクレームとか、うん、まあ、そういう人はなんか上の人が対応したりとか、うん、男の人が対応するとかはあったかも。へえ、実際に患者さんの方からあ、この看護師嫌だとか、この先生に見てもらいたくないとかってなんか経験したことあります？周りに。でも自分、ああ、どうかな。でもその美容のクリニックはこの先生じゃなきゃ嫌だっていうのがいるかな。そうですね、この先生指名、はい、あとはね、あのクリニックであの保険診療、まあ、内科とかそういうクリニックでちょっと聞いた話だけど、やっぱりお金とか全然払わない患者さんとかもいて、例えばあの CPAP とか、まあ、血糖測定器みたいな血糖値測定する機械とかってやっぱ病院側から貸し出ししてるから、その月にお金をその貸し出し料をもらわないと病院代が、病院がもうマイナスになっちゃうみたいな。だからそれであんまりあの払わない人とかは、まあ、ちょっとできんというか、はいはい、もううちではもう今後見れませんよみたいな感じで、まあ、言うこともあるっていうのは聞いたかも。結構院長先生とかのもしかしたら判断かもね。そういうクリニックとかになると、いや確かにクリニックとかって、まあ、保険診療というか自費でやってるところとかも多いから、そうなるとやっぱりあの患者さんのこうあまりにも迷惑かける行為だと、うんうんうん、結構断られちゃうことももうあり得ると思う。ありますね。なんかブラックリストじゃないですけど、患者さんに対しての隠語みたいなのありますね。隠語、あ、でもあの、あ、でもありますね、確かに。美容で聞いたのは、うん、まあ
あの、まあ、隠語というか VIP 対応、まあ、よくその、うん、来られてる方とかだったら逆にあのもっと手より手厚くみたいなやつとかはあったりするかな、はい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 、そういうのでこう VIP の V って書いてあったりとか、新人ナース NG とか。あ、そうだね、それは確かに。あとはあの内科のクリニック保険診療だと逆にあの早く対応してほしい人はもうスって書いてある、ある点。あ、すぐすぐの スピード対応みたいな。あ、もうささっともうすぐ帰りたいみたいな人もいるから、そういう人はスって書いておくと、あ、もうこの人じゃすぐでいいんだみたいな、うん、もう来たやつちょっとお話聞いて変わりなければじゃ あの同じの出しておきますねとか、うん、で看護師さんだったらでもそのいわゆるさそのアポルとかさデコルとか、アポルっていうのは、まあ、脳卒中になるって言って、デコルっていうのは心不全になるみたいな、ネクルとかは言う、ネクルとかネクロシスみたいな壊死しちゃうとか、うん、まあ、それの感じ。あ、私新人の時に絶対新人看護師って分かった瞬間何もさせてくれない感じで、本当に辛かったです。なんかやらなきゃいけない、うん、患者さんのために、まあ、やらなきゃいけない処置もあるし、もう全部いろいろあるじゃないですか、検温もそうだし、うん、全部無視されるっていう、あともう触ろうとしたら触らないでって言われるっていう、本当に悲しくて。なんか AGA のクリニックでちょっとバイトしてた時に、はいはい、あの毎回めっちゃ酒飲んでくる人いてなんかそれはちょっとできるというかちょっと対応嫌だなってめちゃくちゃ酔っ払ってきてるって。酔っ払ってるし、なんか明らかにお酒臭いし、でなんかしかも途中でなんかバレて芸人やってるみたい なんかそのうざがみみたいなのもされたりとかしてどんな感じなんすかみたいな、その人はちょっと嫌だなと思ったからちょっと俺じゃない曜日にしてほしいなっていうのはちょっと思った。こう二重の手術とかにつくときに一向にデザインを迷ってる方とか、なるほど、優柔不断ね。なんかもうこれ決めたってなったのに、あ、もう一回鏡見ていいですか、はいはい、いやもちろん分かるんですよ、気持ちは、ね、分かるけどね、すごく分かるんですけど、うん、痛いですよね、痛いですよね、あ、みたいな、いるいるいる、もちろんこちら痛いです、うん、一応痛くはないけどそれなりの痛みはさすがにありますよっていうのを説明して、うんうん、どう痛いですか、ずっとそれを心配しちゃう方とか、はい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 、分かるんですけどそれ覚悟してきたんだよねっていうのはちょっとすごいもう永遠に1時間とかこう悩んじゃう方とかいらっしゃるので、ね、めっちゃ稼働にね時間かかる人もいるもんね、なのにやるしかないっていう状況とかでもね、そう、え、麻酔が効かなくて例えばすごい暴れちゃったりとかする人で困ったことあります？でもそれはもうしょうがないかなっていう、あ、まあ、麻酔がかかってるからこそ、まあ、理性が飛んで暴れちゃうからしょうがないかなっていうのはあるけど、あ、でもたまにでも正気が吸いたすぎてなんか見てない部分でなんか吸い始めちゃうって人とかいらっしゃって、その待ち時間とかがあって、じゃあちょっと失礼しますねって言って、やばい、自分でこう開けて、それはそっち肩とかが大変できるでしょ、それはそれちょっと本当にそれできんじゃない、本当に、はい、危ないし、うん、事故につながるし、そうだから鍵はちょっと持ってないなっていう、そうだね、はい、それできんだわこの動画が良かったと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。せーの、シュッ。